伝統工芸ではあるけれども、まず着るものとしてね、素敵かどうかっていうことを考えてきましたし、何が素敵で何がかっこいいかっていうのも徐々に変わってくると思うんですね。その時にきちっと僕らが何発信するかっていうことがやっぱり大事かなと思ってます。古いものを古いままやるってことは何もやってないことと一緒なんですよね。だから先代先世代先輩たちと同じ道を歩くっていうのはさも聞こえがいいですけれども、ものづくりしてたりとか発信者からすると何もやってないことと一緒ですよね。こんだけものがあふれて新しいものが集まる東京や日本の中にあって、和の文化を楽しむとか着物を着て街を闊歩するってめちゃくちゃクールだよね。実は着物を楽しんだり和を楽しむことが一番新しいことなんじゃないのっていうことを発信したいですし、そういうことがね担えれば面白いんじゃないかなと思いますね。倉持さんが提案される円プロジェクトを中心にして、お家なり空間なり発信されるところの好き作りの建物の中に僕のファブリック入ってても、ずいぶんモダンなスキア作りになると思うし、現代の日本にその建物があってもやっぱりちょっと面白い、今までと違うものになると思うので、それがまあね、海外行ってどう評価されたりとか、どう楽しまれるのかっていうのは非常に楽しみですよね。まあ僕にとってもやっぱり挑戦に近いですよね、それは。書道は1000年以上歴史があって、その道具が昔から今も変わっていないっていうことがものすごいことだなと私も思っていて、空海の書を見た時に私はオーラに圧倒されて、わーすごい、こんな字が書きたいなっていうふうに思ったのを覚えてます。襖に書を書いたり絵を書いたりっていうような活動をしていて、昔からこの襖絵っていうのはずっとあったんですが、今現代ではなかなかなくなってしまって、もう一度和室に光を当ててこの襖絵を復活させて美しい和室作りをしたいなと思ってます。伝統は守るだけでは後世に伝えることがなかなか難しいので、現代の感覚を取り入れながら書道家として暮らしの文化を高めていくお手伝いができればなと思って参加させていただきました。暮らしの中に本物の書、本物の芸術がある生活をご提案できればなと思っております。日本の文化を日本の方々に知ってもらうのはもちろんのことなんですが、世界へどんどん日本の文化を発信していきたいと思っております。私たちがお取り扱いしている工芸というものは自然に近いところでご自身の暮らしを考えながら作られているものが多いと思います。でそういったものを私たち自身の暮らしの中で取り入れて使うことで、より温かみだったりですとか、より心地よいというところにつながっていくのではないかなというふうに思っています。例えばですけれども、縁側のような家の内側と外側のちょうど中間領域のようなものを設けてその場で過ごすという昔の人の知恵は素晴らしいなと思ってまして、昔の方が考えた自然との関わり方に関するヒントを今の暮らしに取り入れることで、自分たち自身も
心地よい暮らしができるのではないかなというふうに思っています。倉持さん自身がただ家を売るということではなくて、文化を作るということですとか住まいというところに着目しながら活動をされるというお話をされていました。で、私たち自身もただ物を売るということではなくて暮らしを作るということをコンセプトに考えていますので、それが実現できるのではないかなと思い、今こういった形でご一緒させていただいています。